今月最後の日本人を紹介したいと思います。もちろんこれは後になって分かったことですけれども、私たちが日本に来るときに、そのビザを出すことに関して、当時、大変な力添えをいただいたのは当時の入管局長の高瀬二郎先生。高瀬二郎先生は外交官で、戦前はドイツにおられたんです。ドイツが爆撃された時に、先生は陛下の写真を持って、そのドイツ内に、なんていうんですかね、隠れるというか、移動したという話など、大変その劇的な時代を生きてこられた話は、本当に映画になってもおかしくない人物で あられました。先生はその後スリランカ大使などを歴任して、それから沖縄返還、沖縄がアメリカから取り戻す時の沖縄担当大使として、沖縄におられて、沖縄の返還にも深く関わった方であります。その後拓殖大学の理事長総長にもなられまして、私が大使と初めてお目にかかった時は、大使は沖縄大使、沖縄担当大使でありました。で、当時、日本では沖縄返還に関する運動というか、非常に盛り上がりがありまして、蔵前先生の義理の息子さんもですね、この沖縄で、電信柱に日本の国旗をつけたりして、そういう運動をした時に、高瀬二郎先生と会ったということで、私たちは高瀬先生と会ったのは、日本の伝統的な食堂でありました。もう大変なんかオーラのようなものだった方で、最初私は大使は日本人ではないと思いました。背も高くて色面白くて、それからもうその時すでに大使はまだ定年してなかったし、実際多分50代だっただろうと思いますけれども、頭が非常に白くて、非常に上品で、かっこいい方でありました。常に、背筋がきちんと伸びてて、それからポケットチーフもつけていて、とにかくそのジェントルマンというものを絵に描いたような方でありました。しかし、その大使はどういうわけか、私には大使である時も、それから後になって、特任大使になったり、外務省の顧問をやっておられたり、あるいはその他の、現代風で言うと多分ですね、天下りかもしれませんけれども、いくつかのその関連の団体の理事長あるいは総裁やってる時も常に時間をいただきました。で、大使は外務省を退官されてから、チベット文化研究会の会長、2代目の会長に就任していただきました。初代が那須浩先生で、2代目がこの高瀬二郎先生であります。で、先生は後に、拓殖大学のその総長理事長の時に、私に、またこの拓殖大学の海外事情研究所で、研究する機会もいただきました。
で先生は戦前の外交官で、しかも当時すでに上級の外交官でありましたので、非常にその国際政治あるいはその国際関係について関心も高かったし、また知識もたくさんありましたので、私は運のいいことに、長い間月1回ぐらいはお目にかかる機会があったり、いろんなことをご指導いただいたり、することができました。1979年、ダレラマ法王が日本に、2回目に来ることになったときに、残念ながら当時の外務大臣の園田さんの奥さんがちょうどその中国を訪問するということに同じ時期にぶつかりまして、そのため園田当時の外務大臣は法王のビザを拒否されました。でこの時それを撤回させるということは大変なことでありました。一つは私は当時日本の民族派の人たちに初めて力を借りました。大日本生産党の北村先生、あるいは影山先生、大東塾ですね、それから海田哲 新日本協議会などにも電話して、外務省に電話をしてほしいということと同時に、当時は岸信介先生、それから名田尾博吉先生、あるいは福永健二先生、荒船先生、千葉三郎先生、まあそういう船田中先生、そういう方々、坂田道太先生、そういう方々に私がお目にかかれたのも、この前に述べた先生方のおかげでありまして、特に高須二郎先生の人脈というのは非常に広かったと思います。高須二郎先生と福田滝雄先生は月1回の食事会をずっとやっておられた間柄でありましたし、確か日本の役員になった役人になった同期であったというふうにも伺っておりました。間違ってないと思います。まあ、そういう方でありましたので、その時もし法王のビザがそのまま拒否されていったら、おそらくその後他の国々においても悪い影響を及ぼすだろうということで、私たちは何とかしても一旦拒否されたビザをもう一回撤回させて、たとえ24時間でもいいからビザを取るというのが当時私に対するダルムサラからの、まあ、命令でもあったし、また日本において、先生方もこのままでは困るということがありまして、本当に奇跡的にこの一旦拒否したものを撤回させて、確か72時間という、まあ、あまり長期のビザではないんですけども、そのビザを取ることができたのも高須二郎先生はじめ、先ほど申し上げたような今回いろんな形で紹介した先生方の、まあ、おかげであったというふうに思っております。私たちが日本に来た時に、日本は北京政府のことを中共と呼んでいた、まあ、共産主義に対しては日本でも
それなりの、まあ、警戒と、その一部の人たちは嫌ってもいたと思います。しかし1972年以降は日中友好のムードが一番ピークに達したわけですので、その中でチベットを支援し、チベットのことを理解するということは、先生方にとっても本当に正義をやることであって、自分の利益のことを考えたらあんまりためになることはなかったと思いますけれども、この1970年代の日中友好のムードの中で、70年代80年代にダレラマ法王が何度も日本に来ることができたのは、こういう先生方の、まあ、あの後ろ盾と力添えがあったからこそできたというふうに思っております。多分こういう形でお世話になった日本人、特に、まだダレラマ法王がノーベル平和賞を受賞してない時のチベットに対するその側面から支援してくださった方はまだまだ数があります。今まで申し上げた先生方に比べたら、学会等ではそんなに大物ではなかったけど、例えば星道夫先生、星先生は私たちと政治思想は違っていたと思います。しかし先生は本当に親身になってチベットの人たちの面倒を見てくださっていたし、それからチベットのことについて勉強も一生懸命されていましたし、それから何よりも私が感動したのは、先生はチベットの子供のスポンサーになっていただいたんですけども、一度もそれをその人に対して何かやってるというようなことのその不利をされないで、ひたすら本当に定期的にその援助金を出して、静かにやっておられたということに対しては、私自身と先生は思想的には 2,3 回ぶつかったことがありますけれども、しかしその先生の人柄に対しては、私は心から尊敬をしていたと思います。まあまた機会があったらまだまだたくさんの方々が、陰ながらチベットを支援してきたわけですので、私が知っている限りのことについて、順番にまた機会があったら紹介したいと思います。今月はとりあえずその5名の私にとって、あるいはそのチベットにとって重要な方々についてご紹介しました。以上です。ありがとうございました。Oh, yeah.